えー、皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。えー、ついにエフェボーおじさんのですね、えー、ニューボード完成いたしました。ちょっとね、こうやって引いて映してますけれども、あんなにね、汚かったあの、えー、DC ケーブル、パッチケーブルがですね、えー、ようやく夜中の3時までかかってですね、このように、えー、きれいに <laughs>、えー、なりました。ありがとうございます。大変お待たせいたしました。連載19回目にしてですね、ようやく完成の域に達しまして、本日あとはね、えー、音出しの チェックをさせていただいてですね、明日の本番のライブにね、臨みたいというふうに思います。なんといってもね、今回はね、このバイタルオーディオのね、エンカンタ、この4ループのね、プログラマブルスイッチャーを軸にですね、2イン2アウト構想ということでね、このモーリーのクワットボックスとね、AB ボックスを使ってですね、アコギとエレキをね、 アンプも含めて切り替えができるという構想で、えー、作ってみました、えー。一応ね、テストはもうしてあるので、えー、切り替えがね、簡単にできる、えー、予定で、えーえー、手はずでございます。ということでね、えー、パッチケーブルの方もですね、問題のところもですね、このように見ていくとですね、えー、フリーザトーン、それからね、親指でのこの DC ケーブルとかですね、こううまく使ってですね、それからね、この、えー、結束バンドでね、こう綺麗にこのしているところがですね、いいですね。と <laughs> いうことで、<laughs> 長かった。 それが一番汚かったね、このね、パワーサブプのところもですね、こんなにこう、うん、ま、なんとなく綺麗に仕上げましたので、えあとは音だけ、え音出しだけという形になりました。えということでね、え長かったなえということで明日のライブ頑張りたいと思います。え音出しのレポートはね、また改めてしたいと思いますので、えツインツアウトのね、切り替え楽しみにお待ちいただきたいと思います。それでは本日も、えフェボーの方へのね、投稿閲覧、え楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。